ちょっとね、あのオーバーしてるかもと思いながらやってたけど。一応見てます。やばいわ思い出せないし、言葉出てこないし、申し訳ないです。はい、ということで YouTube をご覧の皆さん、どうもいらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、ということで、パク君に登場してもらいましょう。せい。いやー、どうもどうもどうも。はい、いただきました。はい、いただきました、パク君。はい、パク君でございます。はい、おかえり。あー、そうですただいまです。そうですね、放送上ではおかえりです。目の前で僕らのエンドロー、あのエンドを見てもらえたと思いますけども、最後の最後、僕らが焦ってるのを見てると思うんですめちゃめめちゃめみたいな。で、俺がそっち行った時に絶対突っ込んでくるんだけど、あ、これも突っ込んだ。一回だってここでこうやって回したもん。巻いて巻いてっつっていいから巻いてと思って。まあまあ間に合ったらいいみたいなね。そうですね、ということでですね、まあ、前回第1回目で、まあ、お話をしたと思いますが、 YouTube の方のラジオをご覧の皆さんにですね、30分ぐらい、まあ、大体30分、大体大体です、大体30分ぐらいの、プラスの、ですね、おまけ放送をしていきます。ということで第1回目の、ゲストさんはい、BS 放送局のパク君に出てもらいました。はい、はい、よろしくお願いします。どうすね、なんかまあいろいろ本編の方でもね、ありましたけど、そうですねもちろんそこでしてないようなトークをしていきたいな、うん、そうですね、感じはありますね。ね、聞きたいことは何かあった。うん、なんかこの満開限的なことで、ね、うん、まだまだ話せることもあるので、うん、結構なんか絞ったテーマでラジオの方やってるので、うん、まあ、ここのフリートークは本当にフリートークです。ただちょっとピーモンがないんで、なんか下ネタはちょっとピーってさっきもなんかいきなり前張りとかでまたそういうこと言ってみたいな。本当にシックスとかシックスとか言っちゃうのびっくりしたよ、本当に。俺は9個って言って9って言った方がいいのかなと思った。はもらってねえんだよ、これに。いや、まあ、でもこう、ね、お店やってたら、なんかお客さんがね、持ってきてくれるから、なんかね、毎年わざわざそのためだけに持ってくる人もいて、うわ、私、大事になっちゃうんだ、ありがとうございます、大事になっちゃう。いや、いいですね、やっぱりもらえる。お母さんから昔とかもらえませんでした？いやそうですね、多分人生1回だけ。あ、お母さんからもらった、まあ、失敗作をもらいました。あ、お母さん作ってたんだね。作って、それで失敗作もらったぐらいですね。またバレたいんでしょ、あげる、失敗したけど、失敗したけど、なんかもらえますね。まあ、そのチョコをお父さんにあげてるのか、うん、他の男にあげてるのか。いやー、もうどうなんですかね。すごいよ、家庭の闇をちょっと闇ですよ。なんでそこ攻めたの。なんで今攻めたそこ。ちょっとまだギリゾーンかな。ギリゾーンすごい今探った感じで言ったけど、ヒルガオ的なちょっと怖い怖い。その探りがあったから本当にちょっといやヒヤッとしたよ。そうね、お母さんがね、不倫とかしてないですね。タマさんはね、不倫が趣味だ。趣味。今日のキーワード趣味？趣味趣味じゃない。あの今日のキーワード不倫？性癖。性癖もちょっとやばい。やだ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 。あれにほらもう今ビデオだけなんでね。やばい。そうそう。あ、編集しきったけど。やばいとか罰を切れない切れない。30分間このまんま生放送状態でやってますからね今。バック趣味は？趣味ですか？うん、あ、趣味という趣味、あ、でも最近はそうですね、そう、バイトがですね、だいたい、そうですね、12時の夜ですね、うん、もう日付変わる頃までずっとあるんですね。今したらまだバイトやってる時間だ。そうですね、まだやってる時間なんですよ。で、そこから帰る時に、うん、僕のその地元、うん、もう12時過ぎちゃうと、うん、車1台も通らないんですよ。人もいないんで、うんうん、音楽もガンガン流して熱唱しながら帰ってますね。それが最近のマイブームですか。
いるいる、あの自転車こぎながらめっちゃ歌ってるけどちょっと音外せんぞそれっていう人とか結構いる。ずっとそれ最近ですね。最近などういう音楽聴きながら？僕はですね、なんか音楽のジャンルがちょっとなんですかね、なんか幅広くはないんですよ。ただなんかコロコロ変わるタイプなんですよ。なんかもう本当になんですかね、最近聴いた曲では、うん、例えばブルーエンカム、ああ、うん、ブルーエンね、うん、それのこの間ですね、この間帰り道もっと光をっていう曲があるんですよ。あれをもう熱唱しながら帰って、うん、でその前はいきなりずれるんですけど坂本九さんの明日があるさを熱唱しながら、どうしたその時期はちょうどあれかな、ちょっと落ち込んだかな。うん、面白いな。うん、だいぶ渋いし、明日に希望を抱いて、しかも光を求めてますからね。やばそれ。え、どうしたのパク君、そんなになんかあった？いやもう、なんですかね。でも本当に最近、もう明るくなる曲、もうとりあえず聴いてますね。とりあえず次上を向いて歩こうかな。上を多分上を向いて歩こう。あ、そうか、このね、さっきもちょっと話しましたけど、ね、お仲間さんの家に怪奇現象が起きるなんか取り付いたかもしれない。そうですね、僕のメンバー、うん、まあ女の子なんですけど、うん、最近新居に引っ越してきてですね、うん、僕最近ずっと遊びに行ってるんですね、うん、まあメンバーに遊びに行ってるんですけど、うん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 、最初の日ですかね、うん、最初の日に、うん、動画を撮った時に白いオーブ、おー、それがもうふわん飛んでるんですよ。動画で飛んでるんですよ。でこれで、あ、なんかおかしいなっていうのにまず気づいて、うん、でその後に、うん、屋根裏の何ですかね、なんかこうやってね、はい、そこ開けて中に何かあるんじゃないかと思って覗いたんですけど、うん、屋根にはなかったですよ。ただちょっと気になったのがあってですね、うんうん、家の屋根の、うん、その屋根裏部屋の柱って、うん、そ、なんですかね、多分どこの家も多分ついてると思うんですけど、絶対お札とかが貼ってあるっていうのが多いんですよ。分かんないけど、なんかお札がかけてあったり貼ってあったりとか、うん、そういうのがあるんですよ、うんうんうん、1枚もない家なんですよ。逆に1枚もなかったんですよ。探しても何にもないんですよ。で、うちのメンバーの話を聞くと、まあ階段があるんですね。その階段からもうその家に住んでる家族は全員聞いてるらしいんですけど、登る音が聞こえてらっしゃる、うん、誰もいなくても。で、登る音が、でも登る音も3段ぐらいしか上がらない、そっからは聞こえなくなったりとかするらしいんですね。タンタンタンって言って止まっちゃう。誰か上がってきた？え、止まったみたいな。でも降りようともしないし、上がってくるようともしない。降りようともしない。それは、それは毎日なの？それなんか毎日聞くらしいんですね。ただ、その家に、うちのメンバー、そのお母さんが、うん、階段の、うん、黒い影が通り過ぎるのが見えたらしいんですよ、うん、でそれはその2人だけなんですよ、見たなんか今日のやつ言ってましたね。でそれが怖いのが、俺がこう認識違いなければ顔が真っ黒い、真っ黒の顔の人がスッと通るらしいんですよ。わかんないのか、そう、家でそんなの見て俺気絶するけど、もう即気絶するんですよ。もう編集が怖いですか？撮ってる時は何にも意識しないで、まあ、確かにね、そうだね。でも編集して見返した時にあれってなって、もう鳥肌パーってなって、今日のやつでオーブ飛んでる、もうパンってなんか明るいね、とか、いやでも多分自分鈍かったんですかね、3回ぐらい見ないと分かんなかった。3回目ぐらいでなんか通ってる。俺も、ね、一番最初見た時ここに注目みたいな書いて、ね、あったけど、え、何があって思って後から2回目見せた、ああなるほどなるほど、なんか通ってますよね。ね、まあ、うちらもね、平和の滝行ったりだとか、うん、あとは旭川のですね、亀井湖団に行ったりとかはしましたけど、動画にって、あんま映ってない話
話ですよね。そう僕らがあるのはなんか、まあ、見える人が見たら写真とか出てるけど、まあまあそのなんかこう、まあ、実際に何かがっていうのがないとか、まあ、明るい時に言ってるから、そういう感じなんですね。だからナイトスコープみたいなのないし、ね、ナイトビジョンとかないから、まあ、明るい方が場所が分かるから、でなんか写真を、紙ボタンの写真はなんか撮ったやつなんかみんなこれやばいみたいな写真になって、でなんか説明しないから多分動画でパッて写真出したけど分かってないと思って、うん、動画の人って分かる人しか、まあ、顔っちゃ顔かなみたいな、まあ、そこまでそこじゃないんだなって思いながらそういうのはありますね。今度はだからもうあれナイトビジョンついてるあれでビデオカメラでこうあの階段を登るしかない何時間経過みたいなその時ってやるしかないですよ完全ネタだよね。いや逆に映ってたらめっちゃ怖え。めっちゃ怖え。編集したくないよね、それね。編集したくないですもん、もうだからね、ほんと、これだ、階段ライブは、あのスリアナイトさんのところに行って、それを編集するのも俺嫌だだって一人で部屋でこうやってるから、ね、そうですよ、編集ターンに入っちゃうと、一、うん、人で部屋でやるじゃないですか。もう後ろ気になっちゃう。なんかもう編集しないと、こうやって、こうやって、夜とかできないもんね。もう昼間にやってる。昼間にやってる。夜はできないですよ。そういう感じなんのね、編集するとね。いや、そう。編集ターンは本当に、なんかね、鬱になっちゃう。だからもっと光へ来ちゃうね。もっとそうなんですよ、もう。やばいな。選曲よ。次何聴く感じになるとね。いやなんかでも結構いろんな曲聴きますよ。自分形だけですけど、うん、大学の軽音部のサークル入ってますね、うん、まあ形だけなんですけどいやそうですそうです。いやなんか入りたいところがなかったんですよ。ああバンドでね。でもなんかあまあでも歌うのは別に嫌いじゃないから、うんうんうん、あじゃあ行ってみようかな。もともと自分合唱とか、うん、そのオペラとかにすごい興味があって、ミュージカルとかもすごい好きで、で昔ですねそのなんかそのミュージカルとかも、うん、本当に本気で目指そうとしてたってあったんですけど、まあちょっと自信なくして断念してしまったんですけどね。まあ、未だにでも興味はあって、うんうん、そういう曲も聴いたりしますし、カラオケも。でもここ最近は行ってないんですけど、メンバーとも全然行って歌わないんですよ。オペラは聞かねえな。オペラは本当に周り聴いてる人いないですよ。ここロックだから。あオペラに近いロックとしては、まあ、クイーンとかね、シルフォーデに、あとまあセイジマスとかちょっと商法的には近いのかな。ロック系の曲はでもなんか僕いろんなの聞いてんだもんね。いろいろ聞いた上で坂本九にハマっちゃったもんね。坂本九は多分親の影響が一番強いんですよ。お父さん母さんってその世代？そうですね。そのぐらいの、ね、そのぐらいの世代です。そっかそっか。うん、なんかねあの人もなんかさ美空ひばりとか出させたみたいに山口百恵さんとかみたいにあの N 分の1揺らぎみたいな。N 分の1揺らぎっていうあれを持ってる人ってやっぱり。だから売れやすいみたいなね。うん、天才と言われている人たちも多い。なんかとりあえずあれなんだよね。軽音楽で軽音楽部で黒い影背負ってんだね。黒い影背負ってんだね。そこ本当に背負ってます。きっとそのメンバーのとこに出てる黒い影もきっとそういう感じだと思う。いやでも本当に久々にブスとか行ったらもうなんか。誰みたいな感じになっちゃうんで。いやでもライブは1回出たんですよ。バンプオブチキンの曲歌わせてもらって、うんうんうん、まあ2曲ぐらいしか、まあ、練習も全然できなかった、うん、2曲だけ歌わせていただいてやったんですよ。でもそれぐらいですね。部活であんまり活動も何もしないんで。まあまあまあ意外とねそのなんか同じような仲間が多いと盛り上がるけど学校でさ、部活でさ、YouTube っていう部活だろ。それ、最初考えたんですよ。すごい最初考えたんですよ。で、自分の大学、そういう情報系の大学なんで、で、映像とかの、そういう勉強もできる、うんまあ、作ってもいいかなとか、うんうん、で、一回声かけしたんですよ、うん、なかなか集まんないんですよ。
え、そこの学校はさ、フィルム部みたいなさ、英検みたいなのある？あ、でもなんかありますね。映像のなんか、なんすか、そうですね、映像のサークルで、うん、なんかドラマ撮影とかしてたりするんですけど、やっぱりなんか、それも、なんかそのコンテストみたいなのに出す、うん、とか、そういうのばっかりで、うん、やっぱり YouTube 関係とはまたちょっと違うのかなっていうのが、まあ同じようにうちらもやってるけどね。まあうちらもやってんだけどね。独学ですけどね。そう。それ YouTube に投稿するんですか。ああ、でもあれうちらのショートフィルムの一作目に関しては札幌フィルム国際、札幌、え、札幌ショートフィルム国際映画祭か。あ、まあ、名前間違った。札幌国際短編映画祭。あ、そうそうそう。作ったけど、俺が今主催で作ったけど。うん。に、あれ出してるから。あ、そうなんですか。そうそうそう、うちらはそれに出すっていうので最初意気投合してやり始めたんだけど、いかんせん一番最初の出会いはニコ生だったんですよ。あ、ニコ生でお互い生主で、俺が放送して、あの朝刊の時に自宅で歌練習枠かなんかをしてて、クルーズっていうので乗ってきてくれて、で、こういう曲ありますよみたいな言ってくれて、ああ、じゃあもう一回来てください、そしたら今度その時は歌えるようにしますって言って覚えて歌ったっていうのが一番最初です。へー、今でこそこうね、体験者も登場しながら、その時もたったんと思ってでもこの子ちょっといい子だなと思ってでちょっと仲良くなりたいなと思って、なんかやったらやっとしてたら、そのうち引っ越して札幌来て、そう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 、で常連とも馴染んでで、なんか話してたら、そういう、お、マジでみたいな感じでね、なんかじゃあやろうよ、二人でっていう感じ。いい出会いじゃないですか。まあいい出会いだね。なかなかないじゃないですか、そんな。ない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 。ネットで知り合って、そこからこうやって今やってるじゃないですか。うん、なかなかないです。多分こうやって知り合う人は多分あんまりないんだろうね。やっぱり YouTube とかで、うん、なんですかね、グループで作るって、やっぱりなんですかね、昔からの知り合いとかの方がやっぱりなんか組みやすかったりとかするし、うんうん、途中からこういう風になってここまでまあなると、まあその10年ぐらい前から、なんかあのまだミキシー全盛期ぐらいの時からずっとショートフィルム作ってみたいなって、まあ、知り合いに一人そういう人が会社でやってるみたいな、はい、デザイン会社となんかそういうのでやってて、はい、でなんかその人のショートフィルムの、あの札幌国際短編映画祭とかでもなんか何回もこう入賞してるっていうか、まあ、入賞っていうか、まあ、その今年あったこの書に入った企業のコレクションのやつに入ってたりとか、まあ、すげえなと思って、なんかやりたいやりたいと思ってるけど、周りにやっぱりそういう人がいないから、何言ってんだろうなみたいな映画作りたい、何言ってんだこいつみたいな人しかいなくて、で探してたけどなかなかいないから、まあいつかちょっと自分でやろうみたいな思ったら、そういう風な話してもそうだっていうし、あとやっぱりなんかそのお互いに一人だけだとなんかサボり癖っていっぱいついちゃうっていうか、まあ、もう誰に言ってた、でもモチベーションの高い人だけにお互いをこう叱咤激励をしてこうやってこうやって、だから二人だからここまで来れたなっていう、うん、逆に言うとあるかな。やっぱ一人でやってると、なんかあの自分そうだったんですけど、一人やってるとなんかあのメンバーのなんかそのなんですかね、頑張りとかあるから今はこうやって編集しようって思うんですけど、メンバーいないとなんかまあこの日でいいかみたいな感じでおい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 になっちゃって、個人的意見としてはパク君にもっと話してほしい。いや、そこなんですけど、でも今の生活感って、いや、まあ、そうだよなみたいなそれはきついなと思って、そう、ですね、結構来てるんですよ早く動画出せって結構来てるんですよただですね、いや別に編集はできるんですよ、うん、すぐ、なんすかね、もう短い時間とかで使ってバーってやれば多分できると思うんですよ。ただ、なんか1回編集入っちゃうと、なんかそのこのまま出せばいいのに、なんかもうちょい凝ろうかなみたいな。いや、もうそれわかる。あ、もうね、普通だから、まあ、うちらもなんか10分前後ぐらいのやつとかやるときなんだけど、まあ、10分前後のやつを作るので、2時間ぐらいかな。結構かかっちゃうんですよね。多分一通りのもうなんかカットとか、字幕入れてっていうのをもうやって、その後に見返しちゃったら、ここいらないかなとか、ここ、あ、やっぱりいるかなみたいなのが出てきちゃって、結局時間かかっちゃって、で、その時間かかってる間に、
もう疲れちゃって今日やめるかみたいな感じで編集やめたりとかして、うん、で一回撮った素材を覚えてるけど、まあ一通り見なきゃいけないし、一回見ていらないとこカットしてって、俺の場合はそのカットしてつなげて、で字幕というテロップ入れたりとか、なんかその音楽入れたりとか、でもう一回見直して、あ変じゃないなと思ったらこう上げるとかですね。そうそうそう、だからね、本当に普通の10分超えの動画とかだと本当 4,5 時間とかやってるから気づいたら、あもうこんな時間かって編集ファイルばっかり溜まってって動画全然作ってない編集のファイルだけです取り入れたんのはいいです。だから俺はでもないよりはあった方が、だからもう取り試してるものがなくなっちゃうので逆に不安になる。開けるものないんで開けるものがないとだいぶやったり、ストックなくなった時の焦りを半端ないです。本当にやばいです。本当できる時だけ分かるとね、そのライブ配信で俺一人しかいないから、俺ちゃんいる時だったらいい、自分一人で。あのあれですよ、ここ最近出したアプリの動画も自分一人で出てます。一人の方多いのかなと思って、ね、それはあれなんですよ、もう動画がなくなってるんですよ。動画がなくなってどうしようどうしようってなって、もうともうカメラ構えてその場で何も考えないで一人の時は。なんかできる人いたら任したいけど、なんかそれもなんか自分で作ったものじゃない気がするような気がする。だから緊張する人は一緒に見て、なんか今度、慣れてきたらブルちゃんもブルちゃんのチャンネル作ろうみたいな話もって言って、違って、でもブルちゃん、あんまりそういう作業嫌いなのかな。嫌いじゃない。やれる PC がない。スペックがやっぱり似合ってる。動画編集はね、そうだから今欲しい PC は、iPad、プロ、プロの、プロのしかもちょっと改造したやつ。だから修理出せないやつ。出せないそうでもそこまでスペック上げないとやっぱり編集ってさ、そうで今さノートパソコンしか俺ない。いやでもうちもそうでね、このさ、毎回ね、こうやってラジオやってるじゃないですか。ラジオをね、見てくれてる人はそうですけども、これ台本あるんですよ。台本を僕は文章を打つだけで、手一杯なぐらい動きが遅いんですよ。できたのはアプリだけよ。反応がね、約ね、0.5 秒ぐらい。A って言ったら、あって言ったら。ポチッだってるよ。あ、ちょっとワンテンポ遅い。そうそう、だけ一人遅いの。え、でも中とか整理して遅い。整理してそれ。そう、何もデータがない。いや、だからその元々のパソコンのスペック自体が広い。広いわけじゃない。それ正直言って、それはドラえもんなんだよ、パソコン。そうそう、三重で仲良くしてくれて、今ちょっと山形に行った人がいて、はい、その人がノートパソコン新しくするから、パソコン新しくするからって言って、そのノートパソコンをじゃああげるよって、はい、その前に使ってたのがもっと悪かったの、はい、あのね、XP だから。XP 終了しますよってギリギリにそのパソコンをもらいました。最初はね、自宅配信とかしてたから全然楽勝だったの。年々重くなってくる。まあそうですよね。年々遅くなってて、今10でしょ、Windows。 そうですね、あのね、Windows 10 にしてからだと思うんだけど、えらい重いんだよね。10にしなきゃよかったと思った。いやでもよく聞きますよ、なんか Windows 10 がなんか使いづらい。そう言ってる人いたじゃないですか。7がちょうどよかった。これはなんかやっぱり XP かな、使いやすいって。XP 系 の、 あのソフト自体が7だと思うんですよ。なんだっけ、5とかそれぐらい、そのなんかグレードがちょっと昔のグレードの時が今の10の
あの劣化版っていうか最初の初期だから、うん、だからなんか仕様自体がちょっと違うとかね、うん、使いにくいって言ったらありゃしないですよ、うん、これどうなったんだろうってこう調べてあこうやるのかみたいなね、そう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 、最初のからファーに開けばいいんだろうってすごい分かんなくてえこのデータどこ行ったのみたいなそう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 オールドデータっていうデータファイルがポンって出てきて、オールドデータ、オールドデータこれは何じゃんっつってただでさえブーちゃんね、英語弱いのに英語は弱いわ、あの、噛むわ早口言葉この前したっけ、本当にタマ様に勝てると思ってたの負けたのいや、でもまあ、ちょっとそれとはね、あれ早口言葉違うかもしれないけど衝撃的だった、本当にショートフィルムでガンガン噛んだ昨日もお客さんにも言われた、あれ面白かったっすよ、何回も噛むやつあれ NG 集でしょっつって映画の NG 集でしょっつって15テイクぐらい言って役者向きじゃないんだよなあんだけ噛む人には勝てるだろうと思った勝てなくて勝てなくて頑張ったら詰まったっけ、タモさんはずっとそれを挑戦してクリアしてみた、俺はその早口言葉の時言えなかったらもう 2,3 回やった瞬間にパスっつってそのままパスしてパスしてった結果同じところで終わって、俺がパスした回数だけ減ってたあれっつってあれ俺勝てねえんだと思って早口言葉、いやでも自分も無理ですよ、早口言葉って難しいよね、本当に噛みますか、喋り言葉と早口言葉ってさちょっと違うと思う、違いますね、あれ引っ掛け問題ですよ完全に、いやそうですよ、引っ掛けるがためにある文章とかさなんか難しい言葉とかね、え、こんなに多かったっけみたいな、うん、そう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 、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、茶パジャマみたいなのとか何が難しかったの、なんかすげえこれ絶対もう言えねえってやつあったあった、しかも漢字が読めねえっていうのは漢字読めねえんだからやつ全然勝ちに来てたと思う勝ちに行った結果1回目、このラジオはわしのもんじゃ、あーってなって俺早口絶対無理だろうなと思って、もうマジかーと思って勝っちゃったねということで、約、まあ、25分経過しましたので、最後の最後ちょっと宣伝というかね、次回のお話をしていきたいと思います。次回は3月の25日夜の10時からですね、また、はい、ニコニコの方で、うん、1時間、うん、放送していきます。ですね。はい。はい、で3月のトークテーマですが、はい、卒業。卒業。ちょっと卒業ってパッて浮かんだものなんか。卒業ですか。うん。卒業はそうですね。なんか第二ボタンとかの交換とかですかね。これはねバレンタインに次ぐ、ね、男子の第二大イベントですね。ね、誰かもらいに来るかなみたいなね。そういうとこあります。俺ぐらいですかね。第二ボタンね。第二ボタンは俺、あ、でもなくなってたわ。誰にあげた？多分中学の時の部活の後輩ちゃんだったと思う。確か第二ボタンはなかった気がする。覚えてないけど。でさ、制服がさ、あのなんだ。俺高校の時ブレザーだったの。あ、ブレザーだとさ第二ボタンここなんだよそうですねそうですね、そうへそのところ、あ、ね、3つあるやつの真ん中へそボタン別にそれは意味が違うと思って第二ボタンってあれ心臓に近いものが欲しいって言われるでしょ、そうそうそう、いや第二ボタン下だけどね高校は渡したっていうか、もらわれたかな、全然覚えてないや、うん、なんだかね、ね、そうね、でもあれね、何も全部こうね、つけて帰るのもちょっとね、何もなかったかあの、それのね、回避方法があるんですそれの回避方法をね、ボタンをバッって外して、学ランで外して帰るでもうだから、ボタンが揺れて見えないみたいな話しよう、ね、そんな内容でもいいんです、はい、ね、そういう名前でなんかやってください、はい、ということで、はい。
アドレス、もう一度確認していきたいと思います。はい、アドレスはドルナマラジオ @yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、はい、ね、毎回毎回ここはね、つまずくんですよ。ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO です。イエス、よし、言えた言えたということでですね、まあ、今撮ってる動画、多分ね、正直言うと、ちょっと動画を楽しみだ。どういうことで、後々、お二人には話します。あ、そうですね。はい、ということで、後々ですね、このお二人に何を喋るかっていうのはね、この放送を見た感想だと思いますね。まあ、はい。ということで、はい、今日は BS 放送局のパク君が第、はい、第1人目の、はい、ゲストでした。はい、どうでした？楽しかった？いや、楽しかったです。よかった、よかった。いや、もうこうやってやっぱり話すっていうのが、うん、いや、いいですね。普段動画とかではないんじゃないですか、うん、ここまでこんな感じ。そうだね、相手がいないとやっぱり一人喋りって難しい。難しいですね。いや、でも新鮮で良かった。良かった、良かった、はい、僕らも楽しかったです、ね、はい、ということで、今回の第2回目ドルナマラジオはここにて終了です。では皆様、したっけねー。